昨日、長石で収穫前の桜んぼ、およそ60キロが盗まれる被害がありました。被害に遭ったのは、長石寺泉の桜んぼ畑です。収穫前の紅鞘花と紅花錦、合わせて60キロほどが枝ごと盗まれ、被害総額は14万2500円相当です。 ビニールハウス内にある45本の木のうち3本で被害があり、ハサミなど刃物を使って切り取られた部分もありました。盗まれたのは、先月28日午後5時ごろから、昨日午前4時過ぎまでとみられていて、所有者の男性はこの期間、たびたび畑に出入りしていましたが、昨日、念入りに畑を確認したところ、被害に気づき、 警察に通報したとということです警察は、園地には脚立や収穫カゴを置いたままにしないことや施設への施錠などの対策を呼びかけています。